秘密結社鷹の爪の作者フロッグマンは島根での生活の中で人間ではない何かの存在を常に感じていたと語っています。それは単純に霊の存在と一言では片付けられない、もっとより深いものだったと。今から百数十年前、海外から一人の男がやってきました。怪談などを記した文学者で日本研究家のラフカディオ・ハーン、またの名を小泉八雲。彼は耳なし芳一や雪女などで有名な怪談を執筆したことで知られていますが、彼もまた島根県松江市での暮らしの中で超自然的な存在と、それらを畏敬し共に暮らす人々の生活に感銘を受けました。それは一体何なのか。今回も怪収集家の木原博一氏、怪談朗読会あやかし会を主催する声優のジャフーリン氏、鷹の爪作者のフロッグマン、3人の松江観光大使が松江で開催されたあやかし会八雲で披露された怪談を世に放ちます。今宵お話しするのは、ある居酒屋で起きた恐怖の物語です。平成松江怪談4人目。あれは僕が大学生になったばかりのことだった。開店前、突然アルバイトの女の子が悲鳴を上げるなり、店の外へ飛び出していった。どうしたんだい。すみませんでした。あの、今日限りで辞めさせてください。ちょっとどういうことか説明してくれるかい。ここに幽霊がいるんです。怖いんです。辞めさせてください。お願いします。幽霊ってどんな。店の奥の天井に女の人が横になってて。え、女？男じゃなくて女だった？女の人です。髪の長い。ごめんなさい、やめさせてください。君、ちょっと来てくれる？え、僕ですか？君、さっき男じゃないのかって言ってたよね。え、ああ。正直に言ってくれるかな。実は他にも見た人たちがいるんだよ。え、男ってことはレジの横のやつか、それとも廊下の方か。あの廊下です。じゃあ逆さまになっているとかいうやつか。そうです。それを最初に見たのはオープンの日。店内には店長や料理人、僕以外のアルバイトなどたくさんの人が集まっていた。面白いデザインだよね。これ社長の趣味なんだって。あっちこちに古そうな木があるけれど、なんかね、解体された民家から持ってきたらしいよ。個性的な店内、特に目を引くのは店内の廊下だった。分厚い透明のガラス板の下に古い梁や柱を通し、両側に明かりが仕込んであった。ん？集まっている人々の中に一人奇妙な人がいた。逆立ちでもしているのか。皆さん、集まってください。いよいよ新店舗オープンとなりました。社長が来たからさすがに逆立ちはやめたのだろうか。僕はその時そんなことを考えていた。しかしそれから1週間ほど過ぎた後。これ4番のお客さん。はい。それなら客が見たのと同じだな。お客さんが？驚いた。見たのは僕だけじゃなかった。しかも現れるのは一人だけじゃない。僕はこれまで見たことを正直に話した。レジの首吊り男に廊下の逆さ男、今度は店の奥で横になっている女。これで3人目だよ。3人目。その2日後、昼間のランチタイムが臨時休業になった。しかし店には夜のバイトを含めたスタッフ全員が集められた。その中には社長の姿もあった。一体何の用なの？例のことじゃないの？例って、例のこと？こちらでよろしいでしょうか？どうも、お待ちしておりました。現れたのは
50を過ぎたくらいだろうか。女性は入り口でピタリと立ち止まり、天井を見上げた。その様子を見ただけで、今回の件に関して何か力を持っている人が来たのだと、そう思った。この店でおかしいのは、レジの横、廊下の真ん中、あと店の奥のあちらですね。まさしく首吊り男、逆さの男、横になった女、その3人がいる場所だった。社長と店長がひどく驚いているところを見ると、この女性にはまだ詳しい話をしていなかったのだろう。大丈夫ですよ、皆さん、すぐに終わりますから。どなたかハサミをお貸し願えますか。その女性は左手で何かを握るように、親指と人差し指で輪を作ると、空中をゆっくりハサミで切った。そして左手の輪を開くと、天井に向かって振り上げた。同じ動作を次は廊下、そして奥の部屋でも繰り返した。終わりました。どういうことだったんでしょうか。これらの木材はどこから持ってこられましたか。いや、そこまでは。古い民家の梁などに使われていたものですが。それを使って命を絶った人たちがいたんです。ちゃんと供養はされていたようですが、解体されて持ち出されて、元の場所とは全く関係のないところで使われたので、以前の姿を表したようですね。これらの木材の記憶のようなものです。でも、まだ何か。この時代ですから仕方ないのでしょうけど、地上にあったものを地下で使ったり、家を支えるために使われていたものが内装に使われたりするのは、本来の道から外れたことなんです。でも、このようなものが集まってきたのは偶然ではないかもしれませんね。この先も気をつけてくださいね。あの女性が来た翌日から、お店が嘘のように大繁盛した。そして二度とあの三人を見ることはなくなった。ところが、来月から社長が変わると聞かされた。さらに急遽内装工事で1週間ばかり臨時休業になった。店長、お疲れ様です。おう、またよろしくな。店長、なんかあんまり変わってないですね。照明が変わりましたかね。実はさ、ほとんど工事してないんだよね。どういうことですか。店長の話はこうだ。あれから社長が経営していた他の事業が次々に失敗した。唯一収益の上がっていたこの店も先月人手に渡った。その直後、社長はこの店で自殺したのだという。自殺？僕は先日のことを思い出した。あの女性は社長のことをじっと見つめていたのだ。4人目になる社長のことを。確かに古い建物や因縁が込められた場所って言いようのない存在感がありますよね。綺麗なお姉さんがポールダンス踊ってたなんて柱があったら、夜になると踊ってくれるのでしょうか。それはそれで楽しみですが。では、今宵はこの辺りで。バイバイ。